会津征伐に向かうのか。ああ、通りかかったゆえ挨拶をと思ってな。頼む、俺と共に家康を討ってほしい。お前では家康に勝てない。勝機はある。上杉景勝、直江兼続が俺たちの動く時を稼いでくれる。上田の真田家も江戸からの遠兵を防ぎ止めてくれる。同志たちが俺のために各地で奮戦してくれるのだ。力量からして皆は家康が次の世を治めるのが当然と思っていよう。だが俺は流されたまま生きたくはないのだ。時流に逆らってでも皆で築いた豊臣の世を守りたい。残念ながらお前に大将の才はない。だが俺はそんなお前を支えたい。豊臣の世を守りたい。ただその一心で家康に立ち向かうお前を。義継、三成、この命お前に預けよう。最後の忠告に来た。家康殿と本気で戦うのだな。俺は秀吉様が亡くなられた夜確信したのだ。家康はどんなことをしてでも豊臣を潰しにかかると。お前が俺を九州に遠ざけた時からこの運命は決まっていたのかもしれないだ。違う、清正、俺はお前に壁になってほしかった。家康に代わり豊臣の家を守る強固な壁に。